ストア派。ストア派はヘレニズム哲学の一学派で、紀元前三世紀初めにキティオンのゼノンによって始められた。破壊的な衝動は判断の誤りから生まれるが、知者すなわち、道徳的、知的に完全な人は、この種の衝動に苛まされることはない、と説いた。ストア派が関心を抱いていたのは、宇宙論的決定論と人間の自由意志との関係や、 自然と一致する意志、プロハイレーシスと呼ばれるを維持することが、道徳的なことであるという教説である。このため、ストア派は、自らの哲学を生活の方法として表し、個々人の哲学を最もよく示すものは、発言内容よりも行動内容であると考えた。ルキウス・アンナエウス・セネカやエピクテトスのような、後期ストア派は、徳は幸福により従前となるという信念から、 知者は不幸に動じないと主張した。この思想は、ストア的静寂というフレーズが意味するところに近い。だが、知者は真に自由とされ、あらゆる道徳的腐敗は等しく悪徳であるという、過激倫理的なストア派の思想を満員しない。ヘレニズム時代以降の古代ニリシアローマの時代においては、アカデミア学派、商用学派、エピクロス派と並んで4大学派とされていた。 創始以降、ストア派の思想は古代、ギリシアやローマ帝国を通じて、非常に流行し、マルクス・アウレリウス・アントニノスをも信奉者として、哲学の異教的な性格を、キリスト教の教義と調和しないものとして、ユスティニアヌス一世が、すべての学派を排するまで続いた。ストア派なる名は、ゼノンが、アテナイのアゴラ北面の最終中老、ストアポイキレで教授していたことにちなむ。 ストア主義者それぞれの考え方は互いに密接に関係している。ストア派の思想については、現存資料が後期に偏っているため、前期、中期の思想は明確にはわからない。したがっていくつかの断片的資料や、後期でも最も前期に近いとされるキケロ、エピクテトスの思想。ただし、エピクテトス自身は著作を残さなかったことから彼の思想は、 弟子のア・リアノスの記録によるから推測するしかない。ストア派は世界の統一的な説明を形式論理学、非二元論的自然学、自然主義的倫理学によって構築した。中でも倫理学が人間の知の主な関心であると彼らは強調したが、後代の哲学者たちはストア派の論理学理論により関心を示した。 ストア派は、破壊的な衝動に打ち勝つ手段として自制心や忍耐力を鍛えることを説いた。明朗で先入観のない思考によって普遍的理性、ロゴスを理解することができると彼らは考えた。ストア派の最大の特徴は、個人の道徳的、倫理的幸福を追求することにある。特は、自然と一致した意志にこそ損する。この思想は、対人関係のような分野にも適用される。 憤怒、全貌、嫉妬から解放されることと奴隷をも、すべての人は等しく自然の産物なのだから、他の人と対等だと認めること。ストア主義は、非道な権力に抗する際や、災難の続く事態に対峙する際の慰めとなった。ストア倫理学では、決定論が支持される。ストア的なとこを書いた人間に関して、邪悪な人間は、車にくくりつけられた犬のようなもので、 車の進む方向へどこにでも行かされるとクレアンテスは考えた。対照的にストア派の徳は人間の意志を世界と一致するものへと修正し、エピクテトスの言うところによれば、病む時も幸福で、危機のうちにある時も幸福で、死を迎えるときにも幸福で、追放されたときにも幸福で、恥辱を受けたときにも幸福で荒らしめるために、完全に自律的な個人の意志と同時に、 厳密に決定論的な統一体である世界を断定する。この思想は後に古典的半身論と呼ばれ、オランダの哲学者、バー・ルーフ・デ・スピノザに採用された。ヘルニズム世界、ローマ帝国においてストア派は知的エリート階層の主流派の哲学となり、ギルバート・マーレーの言うところによれば、アレクサンドロスの後継者のほぼ全員が自らを、 ストア主義者だと述べたストア派の起源はエピクロス派と同時期ではあるが、より長い歴史を持ち、その教説における向上性はより少なかった。ストア主義は、剣授学派の教説の中で最良のものを受け継ぎ、より完備して円熟した哲学となった。紀元前301年の初め頃、キティオンのゼノンがストアポイキレ、すなわち、最色中老で哲学を解き、 ここからその名声を得た。エピクロス派のような他の学派とは異なり、ゼノンはアテナイのアゴラ、中央広場を見晴らすコロネードのような公共的な場所で哲学を説くことを選んだ。ゼノンの思想は、ソクラテスの弟子アンティステネスを思想とする、旧ニコス学派の思想から発展した。ゼノンの弟子のうち最も影響力があったのは、クリュシッポスで、 彼は今日ストア主義と呼ばれているものを成形した。後のローマ時代のストア主義は何者によっても直接制御されていない世界と調和する生き方を懸伝した。研究者は大抵ストア派の歴史を三章に分ける。アルバート・アーサー・ロングが述べているように、全二章のストア主義者の著作で完全な形で現存するものは全くない。 コーキスとアハのローマ人たちの著作のみが現存している。ゼノンの死の一人、ディオドロス・クロノスは今日命大論理として知られる、論理学へのアプローチを初めて導入した哲学者とされる。命大論理とは明治ではなく命大つまり文に基づいた論理学へのアプローチであり、論理学をアリストテレスの明治論理とは全く異なったものにした。後に、クリシッポスがこのアプローチを ストア論理学として知られることになる体系へと発展させ、アリストテレスの三段論法のライバルとされる演疫体系、ストア三段論法を導入した。ストア論理学に対する新たな関心が20世紀に起こり、論理学の重要な発展が明大論理に基づいて起こった。クルシッポスとコットロープ、フレーゲの哲学的論理学の強い親近性は、 非常に印象的であるとズザンネ・ねップチエンが書いている。クルシッポスは事実上今日論理学に関係している、あらゆる論理学的話題に関する300以上の論理学的著作を表した。その中には、言語行為理論、公文分析、単数あるいは、複数の表現、述語論理、指標、存在命題、論理演算、否定、和、方眼、論理的規決、 妥当性論証の形式、演疫、命題論理、様相論理、自相論理、認識論理、大示せ論理、命令論理、多義性と論理的パラドックスがあるともボックス園は書いている。すべての存在は、すべてのものではなく、物質的であるとストア派では考えられた。彼らは、具体的なものと抽象的なものとの区別は認めたが、 純粋に物質的なものが存在するというアリストテレスの主張に関しては否定した。そのため彼らは物体が熱いならそれは世界中に存在する熱素の一部がその物質の中に入ったからだというアナクサゴラスの主張はアリストテレスと同じく認めた。しかしアリストテレスとは違ってあらゆる不体性をカバーするような思想を発達させた。そのためある物体が赤いならそれは 世界中に存在する赤の元素の一部がその物質の中に入ったからだということになる。四種類の範疇があると彼らは考えた。ストア派では知識は理性を使うことで獲得されると信じられた。真理は語尾とは区別される実際には近似が作り出されるだけだとしても、ストア派によれば感覚器官は常に感覚を受け取っている。そして物体から感覚器官を通じて、 心へと拍動が伝わり、心において拍動が、表彰、ファンテナにおける印象を残す、心に現れる印象は、ファンタズマと呼ばれる。心は印象に対して判断する、賛成もしくは反対する、能力、参加って差シスを持ち、実在の正しい表彰を間違った表彰から、区別することができる。印象の中には即座に賛成できるものもあるが、 様々な程度のためらいがちな賛成に止まり、信念もしくは意見、読者と呼ばれるものもある。ただ理性を通じてのみ人間は明確な理解、カタ語れ不スを得られる。ストア派の知者が獲得できる確かな真なる知識、エピステーメイは確信を仲間の専門知識や人間の判断の修正で確かめることによってのみ得られる。ストア派によれば世界は 物質的で、神あるいは自然として知られている、理性的な実体であり、能動的、受動的の二種類に分けられる。受動的な実体は物質であり、何にでも使える実体だが、不活性で何者かによって、運動を加えられないと動かないままでいる運命、あるいは普遍的な理性、ロゴスと呼ばれる能動的な実体は知的なエーテル、つまり、原初の炎であり、 受動的な物質に働きかける万物が運命の法則に従うというのは世界は自身の本性と一致してのみ活動し受動的な物質を滑るからである人間や動物の魂はこの現象の日からの流出物であり同様に運命に従う個々の魂はその本性上滅びゆくものであり世界の主子たる理性ロゴススパーマティコスに迎え入れられることで 本能的な本性をとり、変化、拡散しうる。正しい理性が人間と世界との基礎なのだから、人生の目的は理性に従って生きること、すなわち自然に従って生きることとなる。古代のストア派は京都は意味の異なる用語を使っていた。ために、しばしば誤解される。ストイックという言葉は、非感情的あるいは苦痛に、無関心だという意味を持つようになった、というのは、 ストア倫理学では理性に従うことによって情動から解放されることを説いたからである。ストア派は感情を消し去ることを追求したのではなかった。むしろ彼らは明確な判断と内的な静寂をもたらしてくれるような断固たるアスケーシスによって感情を変質させようとしたのである。論理、内政、先進がそういった自己収容の方法とされた。 キュニコス学派の影響を受けているストア倫理学の基本は、善は魂自体の内部に損するということであった知恵と自精心。ストア倫理学は、規律を強調する理性の導くところに従いそのためあるものは、情動から逃れようと努力し、古代における情動の意味は、苦悶あるいは苦痛、すなわち外的な出来事に、 受動的に反応することだと心に留めた現代の用法とは幾分か異なる。浄土つまり本能的な反応を、例えば肉体的な危険にさらされた時に顔が青ざめ身震いすることと通常訳されるパトスとストア派の知者、ソフォスの表情であるエウパトスとが区別された。浄土が間違った判断から生まれるのと同様に正しい判断から生まれてくる感じが エウパテイアである。その思想はアパテイア、心の平安によって苦痛から解放されるというもので、ここでは心の平安は古代的な意味で理解される客観的であり、人生のやめるときも健やかなるときも平静と明確な判断とを保つこと。ストア派では理性は論理を用いることだけではなく自然、ロゴス、普遍的理性。 万物に内在するものの過程を理解することをも意味した。彼らの考えるところによれば、理性と徳による生とは、万人の本質的な価値と普遍的な理性を認識し、世界の心的秩序と一致して生きることである。ストア哲学の四数要徳は、知恵、ソフィア、勇気、アンドレア、正義、理解をしね、節制、ソフロシネであるが、これは、 プラトンの教えに由来する分類である。ソクラティスに従って、ストア派では、自然の中の理性に人間が無知であることから、不幸や悪は生じるとされた。誰か不親切な人がいるなら、それはその人が親切さえと導く、普遍的な理性に気づいていないからである。そこで、悪や不幸を解決するには、ストア哲学、自分自身の判断や行動を観察し、 どこで自然の普遍的理性に背くかを決定することを実践すべきだとされた。自己の命をあっさりと扱うが、人間それぞれの究極的、最終的な自由意志を全面的に尊重しているが、決して他者に対しての殺人は肯定しない。ただし当時の他の哲学と同様に敵に対して勇猛に戦うことは善とされた。当時の世相を反映し解釈すれば、 至って当然このような考え方は、魂は神から借りているだけという言葉に端的に表されている。人は最終的に神からの訳、御霊であるということを主張。高潔な生活を送れないような状況下で賢者が自殺することを許すことがストア派では認められた。悪性の下で生きることはストア主義者としてマルクス・ポルキウスカトウッティケンシスの言う自己一貫性。 コンスタンティアにもとり、名誉ある倫理的選択を行う自由を傷つけると、プルタルコスは考えた。深刻な苦痛や病を受けた時には自殺は正当化されうるが、さもなければ、大抵の場合自殺は社会的義務の放棄とみなされた。ここで言う、無期とは、道徳律の適用外にあるもの、すなわち倫理的目的を促進も妨害もしないものを、言う。 道徳率によって要請されも禁じられもしない行動を言い換えれば、道徳性を持たない行動が、道徳的に無機であると言われる。無機、アディアホラの理論はストア派において、その対立物たる善と、悪、カテコンとミューアルファーロータウミューアルファータウアルファー、はまるテまた、それぞれ、手近な行動つまり、自然と一致した行動、と失敗の必然的結果として生まれた。 この二分法の結果として、多くの物事が、善にも悪にも振り分けられず、無機とみなされた。結果的に、無機の中にさらに三つの海分類が発達した。自然に一致した生を支援するので好まれるべきもの。自然に一致した生を妨害するので避けられるべきもの。そして狭い意味で無機なもの。アディアフォラの理論は、キュニコス学派及び、怪奇主義とも共通であった。カントによれば、 無気なるものの概念は倫理の範囲外である。無気なるものの理論はルネサンス期にフィリップ・メラン・ヒトンによって復活させられた。アディア・ホラの観点からすれば究極的には世俗的善悪も人間の判断が生み出した幻想に過ぎない。アディア・ホラの思想に立てば命は善ではなく望ましいもの、プロエグメノンでしかないため状況移管、 死死の切断や非常な老齢、不当な命令に従わなければならない等によっては、戦術のように自殺も肯定した。これにより人は運命を受け入れる、覚悟が必要であることを悟る。しかし、不完全な運命を補正する自由意志により、運命さえも、自己の意識によって良き方向へと確信できると、主張する。ストア派にとって、哲学とは単に信念や、 倫理的主張を集めたものではなく、持続的な実践、鍛錬、つまり、アスケーシス、禁欲主義を、参照を伴う、生き方である。ストア派の哲学的、霊魂的な実践には、論理学、ソクラティス的対話や自己対話、死の瞑想、今この瞬間に対して注意し続ける訓練、ある種の東洋の瞑想と同様である、毎日その日起こった問題と、 その可能な解決法について内省すること、ヒュポムネまた、等々がある。ストア派にとって、哲学とは常に実践と反省を行う動的な過程なのである。著書、自省録において、マルクス・アウレリウスはそういった実践のいくつかを規定した。例えば、第2巻第1章にはこうある。早朝に自分に向かって言う、私は今日運知らずで、凶暴で、危険で、寝深く、 無慈悲な人々と会うことになっている。こういった品性は皆彼らが真の善悪に無知であることから生じるのだ。何者も私を災いに巻き込むことはないから彼らの、うちの誰かが私を傷つけることはないし、私が親類縁者に腹を立てたり嫌ったりすることもないというのは私たちは共同するために生まれてきたからである。アウレリウスに先行して、 エピクテトスが、語録において三つの主題、トポス、つまり、判断、欲望、思考を区別している。フランスの哲学者、ピエール・アドによれば、エピクテトスはこの三つの主題をそれぞれ論理学、自然学、倫理学とみなした。自生録において、各確率はこれら非常に特徴的な三つのトポスの、うちの一つあるいは二つあるいは三つすべてを、発展させるものであるとアドは書いている。 シェーマス・マックス・ウブニーによって、魂の鍛錬の実践は、反省的行動の実践に影響を及ぼすものとされている。ストア派の魂の鍛錬と近代の認知、行動療法とが相似していることが、ロバートソンの認知行動療法の哲学において長々と、承実されている。また、こうした実践重視の姿勢は、ソクラテスの、ただ生きるのではなく、よりよく、 生きるにつながる考え方だと思われる。あらゆる感情から解放された状態を魂の安定とし、最善の状態として希求する。アパテーア、パイシータイプシロンヨタアルファー、アパテーア、語源的には、パトスペーソスに否定の説当時、映画つ区と呼ばれる、この境地は賢者の到達すべき目標であるとともに、ストア学派における最高の幸福であった。 当然、死に際しての恐怖や不安も克服の対象と考える。その理想としてよく、ソクラテスの最後が挙げられる。怒らず、悲しまず、ただ当然のこととして、現実を受け入れ行動することを理想とする。ストア派の顕著な特徴はそのコスモポリタニズムにある。ストア派によれば、全人類は一つの普遍的な霊魂の権限であり。 兄弟愛をもって生きたがいに躊躇なく助け合うべきである。五六においてエピクテトスが人間の世界に対する関係について述べている。各人は第一には命名の所属する共同体の一員である。しかし彼は神と人の偉大な国の一員でもあり、その国ではコピーだけが政治に関心を持つのだこの思想はシノペのディオゲネスを模倣したものである。ディオゲネスは 私は、アテナイ人でもコリントス人でもなく、世界市民であると述べている。階級ヤシさんといった外的な際は、社会的関係において何ら重要性を持たないと、彼らは考えた。代わりに、彼らは、人間の兄弟愛と、全人類の本性的平等を称揚した。ストア派は、ギリシア・ローマ世界で、最も影響力ある学派となり、 カトやエピクテトスといった多くの注目に値する、著述化、人物を輩出した。特に、彼らは奴隷に慈悲をかけることを推し進めたことで、注目される。セヌカは、あなたが、自分の奴隷と呼んでいるものは、あなたと、同根から生じたこと、同じ点に向かって、微笑みかけること、あなたと同じ言葉で呼吸し、生き、死ぬことを思いやりを持って覚えておきなさい。 とセネカは進めている。二つの哲学の大きな違いはストア派が半信論、つまり神が決して超越的でなくむしろ内在的であるという立場を取ることにある。世界を作り出す実在としての神は、キリスト教思想においては人格的なものとされるが、ストア派は神を宇宙の相対と同一視した万物が物質的であるというストア主義の思想は、 キリスト教と強く対立している。また、ストア派は、キリスト教と違って、世界の始まりや終わりを想定しないし、個人が、死後も存在し続けると主張しない。ストア主義は恐怖によって、異教哲学とみなされたが、それにもかかわらず、ストア主義の中心的な哲学的概念の中には、初期のキリスト教著述家に利用されたものがある。その例として、ロゴス、徳、魂、 両親といった術語がある。しかも、総う時点は、用語の共有、あるいは借用にとどまらない。ストア主義も、キリスト教も主張した概念として、この世界における、所有、愛着の無益性、切な性だけでなく、外的世界に直面した、才の内的自由、自然、あるいは神と人との禁煙性、人間の本性の堕落、あるいは持続的な悪、という考え、 などがある。各人の人間性の大きな可能性を呼び覚まし、発展させるために、情動土及びよりを取った感情、すなわち渇望、戦望、土器に関して、禁欲を実践することが奨励された。マルクス・アウレリウスの、自生録のようなストア派の著作が時代を超えて、多くのキリスト教徒によって高く評価された。ストア派のアッパテイアという理想が共生教会によって、 完全な倫理的状態として認められている。ミラノのアンブロシウスは、ストア哲学を自身の進学に適用したことで知られた。自殺は人間の自由の最高の表現であるとするストア派に対して、キリスト教の考えでは、自殺は形式的に自由の表現であるに過ぎず、自由の存立基盤自体が破壊されてしまうために、内容的には、 最も不自由な行為であるとされる。そして、個人の肉体はあくまで、神に作られて存在する非造物であるため、個人は、自らの肉体を自由に破壊する権利を有していない、とされる。ストイックという言葉は一般に苦痛、歓喜、強欲、陥落に無関心な人を指して使われる。感情を抑え、我慢強く耐える人という近代の用法は1579年に、 名詞の形で初めて見られ、1596年には、形容詞の形で見られた。エピクロス主義者と対照的に、スタンフォード哲学百科辞典のストイシズムの項には、英語の形容詞ストイケルがその哲学的起源に、対して誤解をもたらすことはないと述べられている。ストア派の一般的な強説を示すような、著名なストア派哲学者からの引用を以下に示す。エピクテトス。 マルクス・アウレリウス・アントニヌス、ルキウス・アンナエウス・セネカ以下が代表的人物である。なお、キケロはその著、宿命についてにおいてみて、取れるように宿命論によるところは全くなく、ストア派には含めないが、彼の思想は彼の死や彼の生きた時代から影響を受けてなお、ストア的である。なお、一般的には彼はアカデミア学派に分類される。 彼の著作は彼自身の思想でないが、ストア派の思想を知る上で参考になる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。